ニドクイーン、ボーマンダ、ウルガモス。マンダ、ニドクイーン、ウルガモス。あー、いいじゃない。この選手って俺も結構多いから。言うなれば、サメ肌が、SE なら、月光がプログラマーみたいな。サメ肌の方が、サメ肌はフィルド SE な感じじゃない。え、違う、別に SE とプログラマーは別に上下はないんだけども、まあまあ、やることが違うみたいなね。なるほどね。うん、さっきはまあ、レート1600くらいだったかな。やっぱちょっと格上みたいな。格上だったからね。ステミタックノーマルタイプじゃないんか。はい、にわかおつお前ちょっと、お前ググってこい。スカイスキンでググってこい、お前はな。あー、なんかさ、やっぱこのパーティーさっきも見たような。やばいな。クレステリアとか無理じゃないですか。いや、でもクレステリアは、クイーンでいけるか。クレステリア？はい。クレステリアじゃないが、クレッフィー。あ、クレッフィー。あ、クレッフィーはなんとかにとクイーンで。エディブのものができるんですよ。マジっすか？エディブの鳴き声。あ、クレッフィーってデンジャーですよね。デンジャー。分かった、じゃあガルーラで行こう。お、強気。確か飛行一貫してんな、ちょっと待って。あとね、気づいた。マンムーも結構きつい。確かにそうだね。マンムーもきついね、ジャパーティー。ラフレシア。ガルーラ、初手ガルーラ結構強気じゃないですか。うん、強気だと思う、正直。うん。かなり読みやすいってみんな警戒してくる場面ですからね、一応だと思った。ひとかけリザードリザードひとかけリザードリザードなんだっけ。あ、ロシアもうこれもう打つしかない、ゴリ押していくしかないな。猫玉こう、お、なんだ、クレフィーかな。ジャローだ。僕もこんなんゴリ押しでガルーラ捨てで殴りますよ。うわー、いいね。あ、ゴツメなんだ。まあ、ジャローだ、ゴツメ多いな。あー、リーフストーム来るかな。5つ目だから C そんな振ってないですよね。上昇込みで来るんで、多分ヘビニラミだから、ここで不意打ちをすかせないので。そうだな、捨て身。リフレックが来るか。どうか、リフレック覚えるか、こいつ忘れてた。あ、でもよし、よっしゃ、やっぱそこはレート1400ということか。1500だと、1700だったらリフレクターでしたな。ね、違う選択だったかもしれない。ジャローダかわいいね。うん。ここで多分相手の猜疑心を揺り起こしたと思うんですよ。不意打ちないんじゃないかっていう。なるほど。そう。じゃあ上から叩けばいいや。なるほど。スイ君。ここで不意打ちを打つと。打っていく。はい、来た。そして当たっていく。おー、いいね。思うのは多分ネットとかでちょっと言ってくるの。そうですね。これ耐える気がするんだよな。マジっすか。
ほんとだ。あんまり意味なかった。耐えちゃったーみたいなね。はい。ウィースト飲ましゃいもでーす。捨て身だな、ここは。おー、いいね。でしょ？うん、そこで、そうだね、相手ね、不意打ち。次も不意打ちでしょみたいな。そうそうそう。こう読んだ、ね、これはうまい。この捨て身はうまいぞ。ナイス3なんだ。でも、もうどうしようもないかもな。相手びっくりはてなみたいな感じだったと思う。しかもいい感じにガルウラをまあこうやってリタイアさせることができたと思う。それで、ガマステ持っていけばいいんですけどね。いや、ガマステ持っていけるよと。行きますかね。ちょうどいける。そうそう、びっくりはてな、びっくりはてな。何みたいな。そう、一回殴らせて誘う。一回ね、やっぱ相手に猜疑心を思い込ませてから。ガルゴムス、相手の心理をうまい、読むのうまい。スペシャリストですからね。読書の時間に心理学の本読んでた、中学校の時。あと、黒魔術の本と白魔術の本。中学校の時に。そうで、白魔術の本読んでたんですよ、僕、家で。白魔術って何言ったの？白魔術のやり方書いてある本読んでたら、うん、親父に見つかって、うん、お前そんなの読んでんのかよ。ちょっと待ってろって言われて、親父が本棚から黒魔術の本持ってきたんですよ。俺昔読んでたやからみたいな。血は争えんな。そう。どんな家族だいってお前。魔術師ファミリー。もうこのクソカギふざけんなよ本当。クソカギでも大丈夫。ヒカキンティービース。いや、やけど追わない。なんだ。追わないでいく。お盆。食べ残し。食べ残されていく。運ゲーなっちゃいますね。どこの道運ゲーなんだもん。だから嫌いくらいクソガキ。クソガキ。クソガキじゃんもんこんなやつ。このクレキッツ。クレキッツだよ。このクレフィはね、あれなんだ、どこの家、どこの家の鍵も開けられない。じゃあ俺の鍵なんでしょじゃあ。心の鍵を開く、キーブレード。いけ。キーブレード。絡みつく時間振り、うぜえ。身代わり跳ねんだギリギリ。うぜえ、起きた。いいね、早いじゃねえか。おう。もう次の 50% しっかり決めようぜ。いきます、いきます。うん。じゃあ、レゴニさん、じゃあ、その前に待って。はい。皆さん、レゴニさん。皆さん、レゴニさんの目の前に今、レバーがあります。やんなくていいでしょ。さあ、そのレゴニさんは、そのレバーを、押します。ドーン！ドーン！左を押してください。中を押してください。ドリドリドリン！右を押してください。ドゥンドゥン。トゥル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 ほら、いったーボーナス確定。ボーナス確定ですよ。ゴッド。来た、ちょっと変わってください、トイレ行くんで。あ、トイレ行って。ちょっとおしっこ出そう。強かったね、この今日のレゴミツは。はい。いいっすよ、また後で交代します。頼むわ。疲れた時。うん。やっぱり最初に流す。いや、すいませんね、ほんと皆さんちょっとテンション上がっちゃって。
よし。おや、頼む。何選んだんですか。ガモスクイーンパルシェン。あ、なんかいつも、あ、で違う、パルシェン入ってる。うん。アローバッサムこいつ、はい、なんだっけ、グライあたりできたらもうパルシェンで起点しちゃおう。ちょ、俺もおしっこ行きたいんだけどいいっすかね。いいっすよ。まず最初、よいしょ。あー、でもなんか最初にスイ君あたり来そうな感じするけどな。あ、それだとやっぱりスイ君ならガモスでいいんですかね。スイ君っぽいですよね。じゃなかったらどうしよう。あ、やっぱスイ君で先方高いですね、率が。僕はでもレートね、1700くらいですよ、いつも大体。だからそんな強くないんですけど。よし、じゃあ、超で舞うか。クライオンが来たらやばいんだよな。超舞うか。ラクターソルディーズ。公衆とか嗅いだことないわ。公衆暴露してとかだけも。いや、俺公衆なんか一切しないよ。あ、先方なんだった相手。スイ君。スイ君か。まあ同じパターンでいけるかな。いや、急所っぽいな。いや、大丈夫。ホエル持ってる気がするんですよ、僕のなんか第六感。じゃあそれを信じて。それを信じて。選択してみろ。物が道、やっぱ超前やん。いや、お前、どっちなんだよ、お前。なんかね。アローいなかった、相手でも。あ、いた。いるんだったら絶対出してくるんだけど、でも2合っぽいな。この段階でアロー出さないってことは多分もういない、選手に。あ、そっかそっか、これアロー忘れてた、すっかり。あー、ほら、第6回合ってたな、第6回。ダメだ。いや、お前は最後自分を信じきれていなかったんだ。それが俺の弱さ。弱さだ。意外と合ってたな、読みが。どうしよう。ここでなんか、でもここも居座るしかないな、正直。スカーフじゃないのに月光街より早いチラチが出てきたんだけど、改造でしょ、それ。月光街の主導機、計画が、122。うっかり屋とかだったとか。あー。どうなの、最速じゃない、なかったのかな、その月光街が。突っ張ってきますよね。どう考えても引っ張ってくる、いや多分いや熱湯とか打ってくると思う。あ、やけどしたらこのパーション終わりなんで。ロックブラ、お、ああ向こうの方が早いんだ。そうか、主力士的には振ってんな。おー、終わったよ、もうダメだもうこれ。終わったわー。ダメだ、やっぱこれ。スマホから見てる人なんかおかしいですか？すいません、なんか。スイ君やっぱ上がってますよね。すごいな。